加藤さんも。私は正月ないですから。あ、そっか。うんす、うんす。あ、今日はかなり大状態だ。モコビートレスです、明けましておめでとうございます。新年一発目のモコレンでございます、今日はね、まだ正月休みってことで、あとね、ここにもう一人、いつもの、タダちゃんですね、タリネーで有名の、タダちゃんが来ますよ。はい、ということで 1,2,3,4,5 あともう一人来るかな、久々の大所帯ですよ。それではモコレンスタートです。おっ、はい、それではいつものところに着きました。今日は 1,2,3,4,5,6,7 人。まあこういう時はね、あの遊びながら走りましょう。で、先週から始まったんですけども、ゴールがですね、ここ今平坦で下って今平坦、でここら辺か、だいたい斜度6から8パーの上りに入ります。で、登った途中で、一応ゴールになります。まあ今日は僕はゴール争うとかじゃなくて、楽しく走るつもりなんですけど、そうは言ってもすでにもうダンシングが始まってますよ。どういうことですかこれ。で、今こう淡々と登って、まあ、淡々って でもないワットだなこれ。はい、で、ちょっと登って、まあ、先週の動画見ての通り、ここらから、はい、ここですね。はい、ここで一応フィニッシュゾーンというところですね。はい、もう終わりにしてもいいんですけどね、もう疲れたというところで、いう感じになります。で、ここもね、微妙に上りなんですよ。なんだ、走ったのかな。はい、お疲れ様でした。ですね、まあちょっと落ち着いて、まあタイトル通り、今日の練習、まあ落車がありました。で、本当は動画にするつもりじゃなかったんですが、まあ、Vlog っていうのは、まあ、いい時も悪い時も、ね、すべてこう、まあ、自分の私生活を全部映すっていう上で、まあ、撮っていこうかなっていう、すげえ考えたんですけど、はい。で、まあ、最後は、まあ、一応気を取り直して、まあまあ、
写真撮ったりね、まあ、一応年明けなんで、はい、でまあ落車にあったねメンバーの方たち本当にあの、まあ、大事故だ大怪我はなかったと思うんで、まあ不幸中の幸いっていうところで、まあ終わりにしましょう。はい、でまあ自分のマシンとしてはですね、まあ特に、なんか壊れてた場所はなくて、まあ僕は見ての通りあの落車にはね落車は避けれたんですが、まあそうはいえね何かあったら困るんで一応一通り今見て、大丈夫でした。はいはい、それでですね今日はね皆さんにご紹介したいのがこれなんですよ。はい、でこれゲオわかります？ゲオであってほら見てじゃじゃーん、今クーポン発行で、3000引きしてくれてこの値段約1万2000円で25インチのね、それなりの大型とは言わないけどね、モニターですよ。はい、じゃあこれでちょっとズイフト映してみましょう。はい、で今 Mac をつけて電源が右下、はい、つきました。はい、どうですかってことはないんですけども、めちゃめちゃ綺麗。はい、やっぱりあのゲーミングモニターなんでめちゃめちゃ解像度綺麗です。でしかもこのマウス見てめちゃめちゃ可愛いでしょ。はい、で Mac の皆さん Mac 持ちでやってる方ってあのまあご存知の方はいいんですが、閉じたらモニターが消えちゃうっていう問題ありますよね。はい、これは大丈夫です。何の設定もなしに閉じちゃってもこっちのモニターがつきます。こういう問題の方いるんじゃないですか。あのモニターをちゃんとこれ開けないとあのモニターが反応しないっていう方、これは大丈夫です。消費電力も抑えられます。デメリット、モニターなんであくまでも音がチープ、このモニター内蔵のスピーカーがかなりチープです。チープなんですが、こちらはい、アンカーのスピーカーです。Bluetooth スピーカー、これがねすごい、これね5000円しないんですよ。はい、じゃあアンカーの Bluetooth スピーカーにつなげます。これ今の音声はモニターの音声、いきますよ、ポチッ。まあ、カメラじゃなかなかわからないかな、カメラの音声もあるんで。はい、切りますよ、もう一回切ります。つけます。わかりますかね、かなりね音がね低音が効いて迫力あります。はい、で今まで僕モニターがあのアクオス20年前ぐらいのアクオスを使ってたんですよ。はい、なのでもう本当音も映像も最高です。はい、これめっちゃおすすめ。あのアマゾンでググっても25インチあたりのゲーミングモニター1万2000円で買えるものは一つもないです。はい、いろいろ調べたけどこのパフォーマンスが出てこの解像度で1万2000円は激安です。まだあのゲオでこれあると思うんで、あのモニターをそろそろ新調したいなって方はぜひ超おすすめです。でこのアンカーの、スピーカーも超おすすめです。もちろん音楽聴くときにも超いいです。こんな小型なのにめちゃめちゃいい音出ます。はい、いつもの僕の行きつけの自転車ショップに来ました。で、おフィナレロのプリンス、おお誰のだろう、めちゃめちゃかっこいい、めちゃめちゃかっこいいな。
あー、やっぱりピナレはかっこいい。ルック誰のだろう。お疲れ様です。はい、すいません、今動画撮ってるんですけど、まあ記事して撮ってください。オペ中ですか。はい、っていうのはこれなんです。はい、じゃじゃーん。大丈夫ですか、あのうちさんのようにしてます。はい、これです。もうあのある程度完成に向かってきてます。はい、9200系とか、なんか9100系とか、9000系とかがもうぐちゃぐちゃに混じってる、ですが、動くので、はい、これから少しずつこれで、また走り出して、完成したらまたご紹介します。これは誰だ。プリンスの、プリンスかっこいいですね。もうプリンスなくなっちゃったのかな。もうね、これ名作っすよ。かっこいい。はい、お疲れ様でした。ルック、795、いよいよ完成間近です。ちょっとした部品がやっぱり足りなくて、ね、ちっちゃい部品だけど、それがないだけでもね、自転車っつうのは走れないですから、その入荷待ちと、で、完成でございます。ルック795の使用目的は、Eペース走を僕4時間、週に1回やるんですね。その時にやっぱり楽しい自転車、もちろんドグマ F はもう楽しいんですが、おそらくね、楽しさっていう意味ではね、ルックだったような気がするんですよね。わからないんですが、まあ、それといろんな、ね、自転車をもうせっかく乗れる状況であれば、毎回自転車をね、その練習目的の時に自転車を変えると、まあ飽き防止、うん、一回一回にやっぱり自転車乗る前で、トレーニングする前って気重いじゃないですか。でも今日はこのマシンで乗る、あ、今日はこの、ま、あのマシンで乗るってやると、やっぱりこうモチベーション維持につながると思って、ね、しまっとくだけだったらね、ルックもったいないじゃないですか。だから、Eペース走の時のためのルックっていう風にして、乗りたいと思います。はい、そしてですね、まあね、ちょっと暗い感じの動画になっちゃうかも なのかな、わからないですが、まあね、それはそれでもうね、置いといて、いつも通り、ふざけたコメントを、晒し物にしようのコーナーでございます。はい、まずですね、永井豪さんからのコメントですね。前回のビログなんですけども、晒し物にされました動画ですね、ビログのコメントで、いつも七味が置いてあります、いつも七味が置いてありますが、何に入れてるのですか。もうみんなね、洞察力がすごい。まあ洞察力っていう言い方がもう間違ってる気がする。まあ何はともあれ、七味が何で置いてあるのかってよく気づきましたね。まあちょっと真面目な話になりますけども、七味唐辛子のカプサイシンというのが、まあ、ダイエットとかいろいろそういう風に騒がれるんですが、本来僕の目的はダイエットではございません。カプサイシンによる刺激で胃酸の分泌が高まるんですね。それで消化能力を上げるために、僕は食前というか食事の前半に、カプサイシン、七味唐辛子等を取って消化能力を上げます。まあ、あと単純に辛いものが好きっていうのもあります。
はい、そしてですね、次のコメントなんですけれども、晒し物にされましたのビログの、中でまたコメントです。サウナの翔さんのコメントです。お疲れサウナ、去年はレースでもいい結果だったようで、今年はパワーハウスつながりでタコスならぬトルティーヤモコの活躍を期待しております。これなんだこれ。正直これの話を聞いてさっぱり意味わからない人がたくさんいると思います。僕の、パワーハウスジム千葉ジャパンに YouTuber のタコス佐藤さんっていう人が会員で、会員プラス先生としてパーソナルトレーナーとして働いております。そのタコス佐藤さんっていう方がいるので、まあ、この人はパワーハウスジムに僕ゆかりがあるので、タコス佐藤ならぬ、ね、トルティーヤモコっていう名前にして活躍を期待しておりますって言ってるんだけど、分かりづらい。で、僕はタコス佐藤さんの下りがあるからトルティーヤモコで分かったけど、どちらかというとラーメンマンモコのがいいような気がする。誰がモコ。はい、最後にですね、リコーさんという方なのかな、5月のモテギには参加する予定ですか、カテゴリーはっていうことなんですけども、5月のモテギは出ないと思います。僕勝手にさらされましたけど、出ないと思います。っていうのはですね、今年こそね、筑波八隊の方にね、チームモコで出ようと思ってまして、筑波に出ます、おそらくね。はい、その時にはね、また無理やりステッカーを渡していくので、ぜひね、欲しい方はね、もう欲しくなくても渡しますけど、ぜひね、僕と絡んでください。はい、筑波で僕と握手、はい、そんな感じで終わりにしましょう。最後はね、で最後ちょっと真面目に言うんですけども、自転車っていうのは結局ああいう機材スポーツ、スピードが出るスポーツなんで、今回の落車動画、まあほとんど映しませんでしたけども、なぜ今回これをあえてそういうね、なんか微妙な動画を出したかっていうのは、まあいいとこだけじゃないよって、危険なスポーツだよって、いいところも悪いところも落車もつきものだよって、危険なスポーツなんだよっていうことをたまにはこう挟まないと、ちょっとこう帯をギュッとまた締め直すじゃないですけど、昔ビートたけしさんが言ってたんですけども、ビートたけしさんの映画って結構人をね、こう殴るシーンとかえぐくやるじゃないですか。で、あれっていうのは、まあ、痛いシーンをやると、まあ、痛いものを隠すっていうようなやり方をすると逆にダメだって、痛いところを見せた方が、まあ、なんていうのかな、あ、危険なことなんだなっていうふうに思わせれるために、まあ、わざとこうなんか人を殴るシーンとか血とかをわざとやるってなんか言ってたんですけど、まあまあちょっとそれにも近いところですね。いつも綺麗なところばっかり映してるとね、そうじゃないよっていう、落車もある、スポーツですから怪我もある。スキーに行けばね、スキーで転ぶこともあって骨折もします。スポーツっていうのはやっぱりね、危険もめちゃめちゃ伴うので、まあ、そこをいつもね隠しているっていうのも、まあ、隠さなくても隠しても何でもいいんですけどね。まあ、一応今回はこういう動画にしました。はい、そんな感じで皆さんも気を引き締めて今年1年間乗り切りましょう。はい、そんな感じで終わりします。それじゃまたお会いしましょう。バイバイ。